この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。餌忘れた。バケットマウス。座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー。今回訪れたのは鳥羽市いじかの利休丸さん。アコウダイやキンメダイをはじめ、さまざまな深海釣りが楽しめる深海釣り専門の利休丸さんですが、今回は深海釣りを始めたい方にもおすすめのナイト深海釣りにチャレンジしてきました。美味しいお魚を狙ってきましたよ。さあ、今回は鳥羽市いじかの利休丸さんへとお邪魔しています。深海釣りを楽しもうとやってまいりました。さあ、今回のゲストの方をご紹介しましょう。田中さんです。おはようございます。おはようございます。さあ、今日は狙いは何でしょうか。今日はね、オニカサゴ、それにうっかりカサゴ、まあ、その辺のライト深海のね、150m から、まあ深くても 200m まで、じゃあ、誰でもこう挑戦しやすいところの深海釣りですよね。そうですね、まあまあ入門的な深海釣りかな、そしてもう一方お越しいただいてますね。はい、まあ深海釣りをね、ちょっと楽しんでもらおうと思って、福本さん、まあ入門編がてらいうことで。そうですね、ちょうどいいですね。はい、福本さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。船酔いが大変だと。得意で得意で、はい、今日ちょうどいい感じに波あるみたいな、はい、得意な分野かもしれないですね。わ、かりました。じゃあ今日は皆さんで一緒に楽しみましょう。はい、よろしくお願いします。オニカサゴやうっかりカサゴ狙いでいざ出船です。沖は少し並木がありそうとのことですが、福本さん大丈夫かな。さあ、ポイントへとやってきました。準備も整っていざスタートです。いっぺん底ついたら 5-6m 巻いて、はい、ライン寄せてからもういっぺん底取ってな。はい、糸吹きを取ることも大事ですね。50センチぐらい巻いてみ、振動で。振動で。もう仕掛けが浮かされるから、もうあとそこ取り直したとき勝負やで、これ。底潮がかなり速いです。ゆっくりスピード半分ぐらいで。よし、乗りました。ポツッと当ててから、田中さんに教えてもらった通り、ちょっと振動です。振動で誘い上げて、誘い上げたらグッグッグッと来たら、また振動で 5m ぐらい一気に巻いて、ブッキングして、そこ取り直した瞬間やろ、はい、ね、当たり出んの、はい、3分以上待って当たりなかったら、そこ取り直せへんかったら仕掛けで安定せえへんから。田中さんにもヒットです。そこ取り直そう。いいですね。餌追っかけてきとった。あ、なるほど。可能性大なんですけど、あれ反応ありませんね。あ、福本さんにも、おお、トリプルヒット、メインヒットです。乗り物酔い克服メガネのボーディングリングのおかげで船酔いも大丈夫そうですよ。やっぱりうっかりや。はいよ。ナイスサイズのうっかりカサゴ。いいサイズですね。40センチぐらい、うっかりカサゴ。お、2匹ついてる。え、よいしょ。タナボタサバ、ね、この当たりはこれでしたね。アヤメカサゴちゃんで、途中でサバまでやってきてくれました。これまたいいサイズのサバですね。危ない。本命、大本命ゲットです。福本さんは大本命のオニカサゴをキャッチされました。いいサイズじゃないですか。ヒットが続いていますよ。トップ70m。
はい、大本命やりました。はい、ね、ここやったらまだこのサイズ中型やからね。あ、中型なんですね。うん、もっともっと1キロオーバーのでっかいの出るんで、はい、おー、やっぱこの魚はヒレがね、ヒレがね、ヒレとここの顎の下にも独占あるんで、うん、お二人ともオニカサゴ釣られましたね。残すは私が頑張らねば。やっぱりこの仕掛け3本針なんでね、扱いやすいので深海釣り初めての方とかでもやりやすいと思います。おお、またまた本命、すごいですね、サイズアップですね。同じぐらいか、さっきのちょいサイズアップですね。気をつけて。おー、気ぃつけよ、手で持つの。続々と本命をキャッチされていますよ。あ、これは本命がついてた乗ってないなと思ってたら回収で来ていましたよかった、本命なんとかゲット、イエーイ。私はなんか色が違う。あ、やったー、タモタモ、お、いけた、いいサイズ。さあ、こっちもよかった。もう本当に一人が当たるとまたまたあと全員ヒットでトリプルヒット。これはいけるわ、外れるわ。よし、同じぐらいのサイズでダブルヒットっていうか、もう前もでトリプルヒットですね。要は一気に4匹上がりました。すごい、潮がちょっと弱なってきたら一気に杭が立ってきてね、うん、本当ですね、うん、いいサイズばっかり揃ってます。ね、今日の、まあ、おごぜの仕掛けと釣り方なんですけども、まあ、仕掛けはね、天秤使用した3本針、うん、仕掛けの長さは約2メーターです。よっしゃー。で、まあ餌はね、サバの切り身、イカの短冊、ヒイカ、カツオの腹もなど、まあ、数種類用意して、まあ、それを短冊状に切って餌の中央の端にちょんがけ、まあ、それに収量効果を求めて日光火星の匂い玉とか、ホタルイカも餌と一緒に友達にしたりしてます。まあ釣り方のテクニックなんですが、まあ、仕掛けを投入して海底に天秤がついたら、天秤を仕掛けの長さ分、例えば今日は 2m の仕掛け使ってるんで、海底から 2m 上げた位置をキープするようにして当たり待ちます。やっぱり活性の少し悪い時っていうのは、竿先にちょん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 と細かい当たりが出て、そこから食い込みしない、そんな時はね、リールを振動で50センチから1メーター巻いて、こう餌が逃げるのを演出して追わして食わす、仕掛けの長さの分だけ海底を切るようにキープして待つっていうのが基本になります。ですから底取りはもうこまめにして、当たりを待つようにしてください。この後もコンスタントに本命が来てくれましたよ。よかった、イエーイ。やっぱりこの匂い玉にまた来ました。匂い玉効果激面です。今日はおこぜとうっかりで大成功ですね。ホタルイカパターンで、うん、ラッキー、 大活躍。やっぱり本当に柔らかくて食い込みがいいですよね。うん、まあそれと匂いやろね。イエーイ、キロサイズ。やったー、でかいの来た。キロサイズ、ありがとうございます。でっかいの来たー、やりました、こんなのが潜んでるんですよね。ここには色も綺麗で、 1.3 キロの両型をゲットできました。さあ、もうお土産もたっぷりで、もう港へと戻ってきたんですけれども、はい、当たりも多くて楽しかったですね。ですね、潮、まあ現場到着してすぐはちょっと当たりが渋くあって、はい、潮がえぐわい流れ出したらもう連発で当たって、はい、潮さえ動けば向こうから食い込んでくれるんでね、釣りやすい魚ですね。皆さんもぜひ美味しいお魚を狙いに来てもらいたいと思います。
ということで今日はお疲れ様でした。狙いやすい水深で本命の鬼カサゴ、うっかりカサゴがよく釣れて楽しめました。まず始めやすいライト深海釣りからチャレンジしてみてはいかがでしょうか。フィッシングユー四日市店から霞ふ頭でハゼ9センチまでを114匹とたくさん釣れています。ただいまスーパーライトジギング SNS 投稿キャンペーンを実施中。今話題のスーパーライトジギングでの釣果をご投稿いただいて、みんなで30魚種を目指す企画、抽選でプレゼントもご用意していますよ。紀伊長島網元釣り堀センター聖徳丸から岸本さん、マダイを筆頭にイシダイもキャッチ、葛原さん、マダイをはじめ青物もお一人でたくさん釣られました。手ぶらパックコース、マダイ釣り体験コースのお手軽釣り堀体験を実施中です。魚処理場が2台完備になっていますよ。ご利用くださいね。紀北町レンタルボート N テックマリンから中野さんほか大門旗肩揃いで釣られています。森さんほか高級魚アマダイが釣れていますよ。田中さんほかマダイをはじめ魚種豊富な釣果です。根魚が上向きになっています。ぜひ狙ってくださいね。鳥羽市山エイト線から寺本さんジヌ39センチまでを10枚と2桁釣果、山田さんジヌ34センチまでを3枚にヒラメもキャッチ、生食用の冷凍牡蠣、かき氷、ミネラルたっぷりのひじき販売中です。詳しくは山へホームページをご確認くださいね。鳥羽市入り90からアコウダイ、オコゼ、アカムツなど季節に応じたターゲットで深海釣りが楽しめますよ。タックルがないという方もレンタルタックルがありますので、まずは気軽にチャレンジしてみてくださいね。美味しいお魚をぜひ狙ってください。月間プレゼント釣り券より新製品のミチートとハリスをセットで1名の方に、フィッシングユーよりちょい投げセットを1名の方に、明豊化学工業よりバケットマウス BM5000 20リットルを1名の方に、TN 製作所よりロッドセパレーター2個入りまたは1個入りを各5名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。明豊。惚れた晴れたも人よの恋遊び、今日が明日の夢探し、気ままな女旅。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。